ちゃー、ひなたです。はい、ということで今回はですね、企画を知らされてなくてまだ何をするのかわかんないんですけど。え、そうなんですか？そうです。へー。ということで今回なんですけど、はい、花嫁修行をしてもらおうかなと思ってまして。花嫁修行。はい、花嫁修行です。え、もしかして、はい、料理とか。あれ、勘がいいですね。やっマジか。僕今ちょっといろいろね、材料を買ってきたんですけど、僕が。あ、はい、はい、ありがとうございます。今日は花嫁修行と題してチャーハンを作ってもらおうと思います。チャーハン、チャーハン作ってもらおう。チャーハン。そうなんですよ。マジか。チャーハンです。まあ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 、料理の中でもね、比較的簡単なのかなと思うんですけど。ただ、何チャーハンになるかはまだ決まってません。ちょっと、いろいろ材料買ってきたんで、今から面白いことをして作ってもらおうと思います。面白いこと、うん、どんなことだ。わかんないですけどね。え、私、チャーハン作るんですけど、え、結構材料ってありますか？それなりに。マジで卵とご飯とネギ以上。質素。なんでちょっと見えた。納豆とあれ。まだ見えてない。まだ見えてない。あ、いや、ぶ。ちょっと不安ですね。うわー、嫌だな。普通に。よし、やっていきましょう。逃れられませんね。はい。今回も。無理です。無理です。きつ。はい、ということで頑張っちゃうぞ。それではレッツゴー。ってことで、はい、今回いろいろね、卵、うんうんうん、卵は確定ですね。そうですね、卵さんは確定です。はい、まあご飯も確定です。うん、そっからの材料が今からよくあるじゃないですか。どっち。ああ、ありますね。そうそうそう、よく見る、よく見るやつね。あれを今やるからやるんで、目をつぶっといてもらっていいですか。どっち、こっちとかってやるやつですよね。そう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 。うわぁ、いいですか。はい、はい、じゃあ卵とご飯入れて、そこは決定です。はい、で、調味料系、塩コショウとか、うん、その辺も使って OK。 はい、いきますよ。どっち。こっち。なになに、なになになに。じゃあ次の具材、どっち。おお、美味しそう、美味しそう。まだまだ。なになに、どっち。こっち。おお、はいはいはい。あ、じゃあラストです。はい、ほい、どっち。こっち。あー、美味しいんじゃないかな、まだ。ほんとですか。はい、じゃあ目を開けてください。はい、今回、納豆、チャーシュー、ネギ、紅生姜。な、納豆。納豆。なんとなく、まあ、ここら辺はめっちゃ美味しいよ。美味しそう。まあでも美味しそうではあるけど、うん、なんか、え、納豆ってどう、え、美味しいんですか。美味しい。いやまあ普通に気になりますね。結構どんな味になるのかっていう。納豆が入ったチャーハンを食べたことがないので、普通に気になります。やってみましょう。マジでうまく作れるかが。納豆作りに来てくれたのかもしれない。納豆じゃない、チャーハン。チャーハン作りに来て。チャーハンの人。チャーハンの人、なんか教科書だけ届けに。教科書。学校の教科書だけ届けに帰っちゃった。作ってくれるかと思ったのに、ね、すみません、あの学校の教科書が届きました。今ちょうど、はい、はい、ということで、じゃあいきましょう。しっ、おい。はい、ということでですね、キッチンにたどり着きました。たどり着きました。ほんと遠かったんです。だいぶかかりました。だいぶかかったよ。ちょっと汗が。はい、ということで作っていきましょう。お手手を洗いましょう。はい、とりあえず、とりあえずご飯を温
温めつつチャーシューを切るとかじゃないですかね。開かないんですけど。開かないですね。これハートかでやっちゃう。始まんない。始まんない。作らせてくれないの。なんで？普通に。あれ。開いたよ。あれ。開いたよ。一応握力30ある。僕よりあるんじゃないか。え？本当ですか？うん、チャーシュー、どんくらい使うんだろう。全然わからない。全然お任せしますよ。どんくらいに切ればいいんですか。お任せしますよ。怖い。そっか、生姜もあるのか。そう。そうですよね。生姜は多分最後に乗っける感じでいくよ。そうですよね。うん。味に見とれていたら噛んでしまった。いった。で、
美味しい。え、納豆っていいね。納豆っていいね。合う、めっちゃチャーハンに。美味しい、大成功。イエーイ。花嫁レベル上がった？一気にグンと上がりました。自分で言っちゃう。いやでもちょっと味が薄いかもしれないですけど、あのパラパラではない。うん、確かにパラパラではない。あ、いや、食べるところによるかも。あれ、あれ、パラパラさはってことですか？味の濃さ。あ、じゃあ味は、うん、濃さはそこまで気にならない。うん、あ、よかった。味は美味しいですか？醤油ベースで普通に美味しい。もうよかった。正直言うと美味しいってわけではない。うん、なるほど。もうちょい水分飛ばせたら。確かに結構普通に美味しい。お、よかった。そう、今私のねマネージャーさんに試食していただいたんですけど、普通に美味しいとのことでよかったです。まあ花嫁レベルアップということで、うん、アップしましたか？はい、やった。次は、次なんかちょっと怖いな、ちょっと練習しとこう。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。